ジグムント三世は、ポーランド・リトアニア共和国の国王、バーサーサ、第四代のスウェーデン王。スウェーデン王ヨハン三世と、王妃で、ポーランド王、ジグムント一世の娘カタジナの長男。スウェーデン王としては、シギスムンドと称される。日本語訳、リトアニア、ルテニア、プロイセン、マゾフシェ、サモギティアの大公と、スウェーデン人、ゴート人、バンダル人の世襲王を兼ねる。 神の栄光によるポーランド王、ジグムント三世。ジグムント三世はエルサレム王も兼ねているほか、スウェーデンの豪徳建説による前室の三部族の王及びフィンランド大公の称号も帯びていた。ジグムント三世は1587年、ポーランド王ステファン・バートリの死を受けて、シュラフタによる国王自由選挙でポーランド王に選ばれた。バーサケ出身のジグムントが、 ポーランド王に選ばれたのは、母親を通じてヤギエゴ朝の血を引いていたのと、リボニア戦争でスウェーデンと同盟を結んでいたからで、あった。両国が共闘して、バルト地域を保有し、モスクワ大公国のバルト海進出を阻むための、政略的な結果であった。ジグムンと三世は、政治的思惑により、幼くして、ポーランド王国かつポーランドリトアニア共和国の首都、 クラックフへ預けられ、カトリック改革の主導的存在であったイエズス会の手で教育を受け、本国スウェーデン及びバーサケガルター派、プロテスタント国家であるにもかかわらず熱烈なカトリック教徒となった。このため、1592年、父ヨハン三世が死去すると、ジグムント三世はポーランドを出国せずに、スウェーデン王位を継承し、オジカールが摂政としてスウェーデンを治めた。 しかし、近世的な君主と国家との宗教的一致を損なう、ジグムント三世とスウェーデンとの関係は、次第に悪化していった。スウェーデンでは、1593年の、ウプサラ宗教会議で、アウクスブルク信仰告白が決議され、スウェーデン国内のほとんどの教会は、ルター派の信条を受け入れた。ジグムント三世は1594年、ウプサラで正式に、 スウェーデンをシギスムンドとして体感するが、国王となるには、スウェーデンのプロテスタント信仰を容認せざるを得なかった。1590年代のスウェーデンの宗教改革は大詰めを迎えており、ジグムント3世は一旦はこれを認めたが、ジグムント3世がポーランドに帰国すると、1595年に共和国はプロテスタント信仰を禁じた。共和国と合同を組むスウェーデンでは、 これは、ウプサラ宗教会議違反として捉えられた。その間、摂政カールが国王代理として勢力を強めていき、スウェーデンをルター派国家に戻すべく改革を徹底した。こうした両国の不和のために、スウェーデンは1590年からのロシアスウェーデン戦争に敗れ、1595年にリボニア戦争で得たフィンランド安心王ブを失うこととなった。 1590年代のスウェーデン国内の宗教内戦は最終的にプロテスタントが勝利したが1600年のジグムント賛成派の粛清は何十年にもわたる紛争と混乱の頂点を極め国情は悲惨なものとなった。ピョートルスカルガの説教を聞くジグムント賛成、ポーランドにおいては1595年にポーランドリトアニア共和国のカトリック化を推し進め プロテスタント信仰を禁じた。1596年には、ブレスト合同を成立させ、東方天礼を守りつつもローマ教皇の権威を認めるウクライナ東方カトリック教会を成立させる。これは支配下にある、正教会のカトリック化を目指すものであった。また1596年に、クラックフからワルシャワへと遷都させた。また、ジグムンと三世の絶対主義傾向に、 危機感を抱いたポーランド貴族の一派が1606年にゼブジドフスキの反乱を起こしたが、1609年には反乱者たちは国王に教順の意を示した。1598年、ジグムント三世はスウェーデンに渡ってオジカールの反乱軍と戦ったが、敗れてポーランドへと戻った。翌百九十九年にジグムント三世がスウェーデン王位を廃位された結果、 バーサケは、スウェーデン王家と、ポーランド王家とに分裂することとなった。1600年に、摂政カールは、ジグムント賛成派のカトリック教徒の貴族多数を、粛清し、スウェーデンをルター派国家とした。そして1604年に、国内のスウェーデン王位継承権者に継承権を、放棄させ、カール旧姓として即位し、国力の回復と王権の強化に邁進した。以後、 1629年のスウェーデン・ポーランド戦争終結まで、ジグムント3世は、スウェーデンの王位を要求し続け、常に対決姿勢を崩さなかった。1605年に、カール9世がリガに侵攻するとこれを知りけている。ジグムント3世にひざまずく配備されたチャーリー、バシーリー・シュイスキー・ジグムント3世は1600年前後から、深刻化したロシアにおける、 大動乱への関心を深めていったが、それまでしばしば国王をしのぐ政治的権力を持っていた議会の国王に対する情報を引き出す絶好の機会でもあった。また、ロシアで断絶した竜力長の後継者を自称する偽ドミトリー・一世がポーランド国内に現れると、偽ドミトリー・一世はそれまでのロシアの先制体制に不満を抱いていたロシア貴族を急行して、 ロシア攻略を開始した。ジグムント三世は、ポーランドの核貴族が自由意志で、ニセ・ドミトリーを支援することは黙認したが、自身は、ニセ・ドミトリーとは距離を置いた。1608年、動乱にスウェーデンが介入し、モスクワのツアーリが勢力を盛り返すと、ジグムント三世は、ポーランド貴族を引き連れ、息子、ブワディスワフを帯同させ、動乱に介入した。 ジグムント三世は、スモレンスクを包囲したが、この城を占領できたのは1611年のことで、ある。ジグムント三世は、信仰目標をモスクワに定めた。それはすなわち、ロシアのカトリック化の野心のためであった。1610年、モスクワスウェーデン連合軍を破り、ジグムント三世は、モスクワを占領した。それまでツアーリの先制体制に不満を抱いていた。 一軍のロシア貴族によって熱狂的に迎えられ、後継ツアーリをポーランドをあるいはその大使のみとした宣言も支持された。ところが、ジグムント三世紀の本来の目的は、正教会を報じる全ロシアのカトリック家であり、ツアーリがカトリック教徒であることに固執したため、ロシア正教会の反発を受け、次第にロシア人と決裂することとなった。対ロシア政策をめぐって、 宗教、宗派を問わない、多文化主義を主張し、国王と対立していたポーランド王官領大へ、都満県ポーランド大法官のスタニスワフ・ジューキエフスキが、ポーランド軍の主力である、議会軍を引き連れて帰国してしまった後の1612年、モスクワに残された、ジグムンと三世のポーランド国王軍はザーリ派の貴族と、ロシア正教会が率いたロシア国民軍に敗れ、 モスクワから撤退した。チャーリ大官の放棄を拒んだ、ジグムント3世はこの後も、ロシアと戦争を継続するが、1618年に、ロシア製法などをポーランドへ割上させて、チャーリ大官を断念した。1621年、スウェーデン王となった重帝のグスタフ2世やドルフが、リガに侵攻し、8年にわたる、スウェーデン・ポーランド戦争が開始された。 戦争当初ジグムント3世は、スウェーデン軍に圧倒され、リガが陥落した後、1626年までに、従属国プロイセン公国を占領された。しかしジグムント3世は、ハプスブルク家と同盟を結び、さらに、ヘトマンとなったばかりの若き天才将軍、スタニスワフ・コニエツ・ポルスキの大活躍で、ワルシャワ侵攻を阻止、その後コニエツ・ポルスキ率いるポーランドは、攻勢に転じ、 画期的な戦法を駆使して、スウェーデン軍を次々と撃破、スウェーデンの勢力をバルト海沿岸まで押し返すことに成功した。ヤンマテイコによるポーランド王としての肖像がその後、不ュ能の戦いの後に再びポーランドに侵攻することとなったスウェーデン軍だったが、この間、グスタフ2世やドルフはコニエツポルスキに二度重傷を負わされ、コニエツポルスキの前に、 スウェーデン軍が総崩れとなった最後の決戦プツクの戦いではろうじて死を免れるまでになった。こうした展開にもかかわらず、ポーランド国会は戦費の捻出に時間をかけており、ポーランドが公正とはいえ、財政的な余裕は乏しくなってきており、余勢を買ってスウェーデン軍すべてをバルト海まで駆逐する財政的な余力はなかった。また、 スウェーデン軍の敗戦はすべてコニエツポルスキによるものであり、彼の猛攻なくしては、ポーランドの優位もあり得ず、ポーランドがこの戦争を乗り切ったのもすべてコニエツポルスキのおかげだった。さらに30年戦争初期の新生ローマ帝国による支援も、スウェーデン軍によるワルシャワ侵攻を阻止し得た要因であったと言える。一方、スウェーデンによるポーランド征服が絶望的となり、 沿線気分が漂い出すと、この情勢を見たフランス王国は、スウェーデンの勢力弱体を恐れ、朝廷に乗り出す。1629年、ポーランドとスウェーデンは、アルトマルクの和議を結び、戦争は終結した。しかし、スウェーデンに対し戦闘では勝利したもののロシア、オスマン帝国、タタール、 スウェーデンなどとの旅重なる大戦争で財政が苦しくなりつつあったポーランドは、この和議によって、イゴスウェーデンがポーランドに敵対行動を取らない、代わりに、バルト海沿岸のいくつかの都市における、朝税権をスウェーデンに譲り、グスタフ二世位、アドルフのスウェーデン王位を容認することとなった。領土に関しては、東プロイセンをプロイセン公国に変換させたが、 占領された利害北のリボニアの奪還は果たせなかった。戦後、ジグムンと三世はハプスブルク家に接近し、よりカトリック諸国と連携を深めていった。三十年戦争でスウェーデンは、グスタフ二世、アドルフの戦死による混乱で勢力が減退し、今度は、スウェーデン併合の機会を伺うポーランドから逆に、スウェーデン本土に侵攻を受ける、可能性が高まった。 国内が手薄であり、危機を感じたスウェーデンは、ストムスドルフの和訳で、ポーランドがスウェーデン本土へ侵略しない約束をする代わりに、バルト海沿岸の諸都市の朝税権はポーランドに返還することになった。30年戦争に直接介入しなかったポーランドは、その勢力を維持させることはできたものの、スウェーデンは30年戦争で、最終的に勝利国となったため、ポーランドが、 バルト海における覇権を得る可能性はなくなり、逆に、スウェーデンがその地位を安定させたため、ポーランドバーサケの目論みは成功しなかった。しかしポーランドバーサケはなおもスウェーデン王位を諦めきれず、ポーランドとスウェーデン間のしこりとなり、やがて北方戦争として両者は対決することとなる。なお、ジグムント3世とグスタフ2世やドルフは、共に1632年に死没している。 ジグムント3世は1592年、内オーストリア大公カール2世の娘アンナと結婚し、間に5人の子女を設けた。アンナとは1598年に死別した。ジグムントは1605年12月11日、最初の妻、アンナの妹コンスタンツェと再婚し、間に7人の子女を設けた。また、ジグムント3世は、アンナの次女ウルシュラ・マイエリンを長愛し、 二人の王妃もマイエリンに子供たちの養育を任せた。ありがとうございます。